アレクサンドル・バリャチンスキー・アレクサンドル・イワノビチ、バリャチンスキーは、ロシア帝国軍の将軍、元帥、公爵、カフカース副王。1833年11月8日、バリャチンスキーは17歳で、このエシカン学校に入学し、将来の皇帝アレクサンドル2世付きの新衛隊において、この絵将位の階級を授与された。1835年、彼は、 カフカースにおいて勇敢さをもって軍務につき、そしてペテルブルクへ帰還すると、その武勇に対し黄金の剣が包装として与えられた。1836年1月1日、アレクサンドル付きの武官となった。1845年には再びカフカースに派遣され、そして最も輝かしい武軍を挙げることになる。特にシャミールの拠点への攻撃で、彼は、 セイゲオルギー勲章を受賞している。1846年、彼はイワンパスケービチ元帥によるクラクフ法規の鎮圧を支援した。1848年から1856年まで、彼はカフカースにおける主要な軍事作戦のすべてにおいて一軍を指揮し、彼の最も注目に値する功績は、1850年のメツェニンスクの勝利と、 チェチェンのシャミールに対する作戦であった。彼の勢力的な、そして同時に組織的な戦術は、山岳戦の新時代の始まりとなった。1853年1月6日彼は、総務局長に、そして同年7月5日、参謀総長に任ぜられ。1854年、彼は、クルブスキデレ作戦に参加した。1856年1月1日彼は、 カフカース軍総司令官となり、そしてカフカース不幸となった。統治者として、彼はその高い評判にふさわしい働きを見せた。任命から3年で、東カフカースの大部分を平定し、長らく逃げ延びていたシャミールを捕まえることに成功した。バリャチンスキーはまた、ラバ川とベラヤ川の間に住む西カフカース諸部族の多くを征服した。1860年代の初めまでに、 彼の健康は非常に悪化し、そして1862年12月6日、彼はその職を辞した。48年間のキングの後、彼は晩年をジュネーブで過ごし、そしてこの地で死んだ。聖、アンドレー・ペルボス・バンルイ勲章、聖アレクサンドル・ネフスキー勲章、シロワシ君2等、3等、4等、聖ウラジーミル勲章、1等、2等、3等、3頭 聖アンナ勲章、三等、四等聖ゲオルギー勲章を受賞ありがとうございます。